ハンス・ハイン・リヒ10世イフォン、ホッホ・ベルクは、ドイツ・プロイセンのシュタン・デズ・ヘル、実業家、鉱山経営主、プレスコー。シレジア地方の貴族ハンス・ハイン・リヒ6世イフォン、ホッホ・ベルク伯爵とその妻で、アンハルト・ケーテン・プレスコー、フリードリヒエルトマンの娘であるアンナ・エミーリエの、間の長男として生まれた。年に、母の弟のアンハルト・ーンー・ハンリヒ 死死のないまま死去し、アンハルト系天候尺化が断絶すると、おじからプレス公領を相続した。1850年、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世により、プレス公の称号を認められた。シレジア両方議会の議長や、プロイセン第一院議員を務めた。1854年に第一院が貴族院へ、解消されると同時に、同議会の議長に就任したが、 翌年に死去した。1832年1月6日にイダーダホン法と結婚し、産卵一助の4人の子女を設けた。ありがとうございます。